この番組は全世界に真理を広げたい孤独のライダーの提供でお送りいたします。盛岡市仙北町、レトロとモダンが融合する地だ。安政時代から志和郡と穀倉地帯に近かったこともあり、米の集散や農民相手の商工業によって発展する。当初盛岡駅をこの地に誘致する計画だったようだが、地元からの反対により計画も頓挫し、近年は現代的な発展から少し遠ざかってしまった感は否めない事実だろう。僕はそんな仙北町の歴史を感じながら、昭和感が色濃く残るこの地を歩いてみることとした。